佐藤のぞみと、おろかと、なになると、ベイビーにこと、ゆうきむらと、ぬこです。皆さん、この挨拶にもだいぶ慣れてきたと思うんですが、はい、やはり6人グループでやってる以上、自分の立ち位置を分かってるべき。ほう。はいはいはい。はい。いろんな企画やってきて、あ、今日は自分がボケる担当だなとか、この企画私得意だから結構前に出ようとか、そういうのが分かるべきだと思いませんか？あ、確かに、確かに、はい。ということで、本日はですね、例えばですね、長生きしそうじゅんって言われた時に、こう1から6まで、並び替えて、自分の時に名前を言ってくださいという感じですね。順番に。では、一つ目、かわいいじゅん。はいはいはい。何本ね？自分が何番目か分かりましたか？では、行きますよ。せーの、佐藤のぞみと、ゆきむらと、ぬこです。ベイビーニコマリナロです。いや、待って待って待って、多いなタイミングが。なんか、幽霊メンバーいたけど7人くらいいなかった。いやいやいや、なんかいっぱいいたけど。働き蜂枠ってこと？働き蜂さん枠。なんて言いました？これ私一番。僕も一番。いやいや、そうそう、え私やっぱ可愛い担当、ふわふわピンクだし。いや、でも僕末っ子ですし、末っ子といえば可愛いみたいなとこありませんか？え、じゃあ末っ子じゃなかったら可愛くないんですか？いや、そういうことじゃないじゃん。私は末っ子じゃなくても可愛い。え、で、雪原が何番目？私2番目だと思って。おー、いいね。で、3番目は？いないんすよ。いない。あ、4番目。そこいないんすよ。5番目。あ、これ、いないんだね。5番目。5番目もいないんすよね。で、6番目に、3人、はい、3人がもう、なんでだよ。えぐいだろ。自信持てよ。いやいや、かわいいじゃないからに。あ、そういうことね。いやいや、謙虚すぎ。謙虚だわ。どっちかというとかわいい系の気がする。そうですよね。あざといけどね。やっぱみんな、私から見たらみんなかわいいなって思って。あ、お姉さんだから。そうそう、お姉さんだから。そっち、そっちさんのイメージがあるかなって思って。6番目ではないですよ。6番6番目ではない。で、6番目、ね、逆に恥ずかしいわ、6番目、なんか、謙虚すぎて。謙虚とかじゃないっすよ、逆にね。そんな。うん、なるほどね。まあ、じゃあ続いていきましょう。貯金が多い順。はいはいはい。あ、これわかるかも。これわかるかも。これいけるかもしんないよ。正確にいけるかも。ちょっと待って。はい、じゃあいきますよ。佐藤のぞみと、ズボトン、おろかと、マリナルと、ベイビー、ゆきむらです。惜しい。まあ、そこ二人だよね。惜しいな。そうだよね。そうなんよ。どっちかなって思った。この間その佐藤さんからさ、なんかゆきむらさんも結構ニコちゃんと同じレベルで貯金がないって聞いたから。ちなみに今の口座残高、いくらですか？え、13万円。あ、やば、私4桁。そっちよ。1万円ないの？ないよ。1000万円とかの4桁じゃないんだ。全然違う。本当にないんだな。うん、すごいね。ね、うん、その日暮らししてる。不安になっちゃうよ。困ったら言うんだよ。気持ちは。困ったら言ってね。うん。ということで。では続いて、キスがうまい順。な、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 知らねーよ。わかんない、わかんない、わかんない。ぽいなーだよね。そう、そんなの、そんなのイメージして。そう、そうして。ぽいなーね。イメージだからね。キスがうまい順、せーの、佐藤のぞみと、もういい、もういい、おろかです。すごい動いちゃった。もういい。もしかして、キスうま集団。我々自称キスうまい。やばいやばいやばい。やばい。え、ちなみに誰一番目？私と二個。私マリナル。二番目は？はい。キス激うま集団。上位軍。え、じゃあ三番目は？あ、でいなくて。四番目は？いなくて。4番目は？あ、で、あと2人。僕が6番目。あ、すごいな。え？じゃあ、下手
が。いや、わかんない。やったことないもん。わかんないよ、そんなの。俺もやっぱ雪村が下手なんだ。うん。え、わかんないよ、下手かも。二人で練習しなよ。なんで何なるほど。え、なんで下手な人と練習するの確かに。そういうのって上手い人とやることじゃない。じゃあ、ニコちゃんに教えてもらいな。え、キモい、無理やな。では、続いて。恋愛マスター順。おー、おー、これはまあ経験豊富かどうかっていうところだね。経験？え、これ片思いでもいいの？それマスターしてる？両思いじゃなきゃダメ。マスター、マスターと思ったら、してた、まあ、そう、してると思ったら、グループ内の中でこいつには勝てるなって思ったらいいんじゃないですか。では行きましょう、恋愛マスター順、せーの、マリナルと佐藤のぞみと、ペパとベイビーニコと、おろかと池村です。え、できました。綺麗にいった。いけたかも。めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗やった。ね、5、6、え、3、え、6、4、3ですね。2、1、あったすごい。めっちゃ綺麗。これめっちゃ綺麗じゃん。うん、恋愛マスターグループいいですね。恋愛マスターグループ。マリナルめっちゃ解釈一致だ。解釈一致だ。じゃあ最後、人望が熱い順。人望、人望ね。なるほどね。友達が多いとはまた違うから。友達が多いとかはまた別で、人望ですからね。人望、人望、だから仕事とかで信頼されてるとかも含め。ああ、なるほどね。人望が厚いって言いますね、そういうのは。オッケーオッケー。じゃあ行きますよ。人望が厚い順、せーの、佐藤のぞみと、ベイビーニコと、ルバトルと、ゆきむらでーす。ゆきむらゆきむらのさ、最後腕組んでたよね。まあここだっすみたいな。しっかり言ってた。いや、構えてましたもんね。構えが違った。遅刻なんで。あー、なるほどね。遅刻ね。なるほどね。なんかむしろ安心感あったもんね、最後の構え方。はい、ということでね、まあ一回ね、成功をちゃんとさせましたし、ね、ねえ、すごい良かった。なんか揃わないかなともちょっと不安に思ってたんですけど、揃いまして、自分たちのこともよく分かっているということでね、はい、あのキスはみんな上手いんで。みんなじゃないよ。あ、そうか、オロカとユキマラ以外上手いんでね。いつでも教えてあげますよということで。え？では、パサハリの次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。